山口敏太郎日記、今日はですね、対談についていろいろお話したいと思います。最近対談本付いてましてですね、いろんな方と対談をしております。去年から対談本の僕のシリーズがいろいろ各社で始まってるんですが、飛鳥昭先生と文学者という、文芸者というところから飛鳥昭先生と対談本を出しました。これ好評で3刷りまでいって売れたんですけども、これはですね、オカルトとですね、幽霊、UFO という話で、僕の趣味範囲なんですけども、その後年末にですね、同じ文芸社から、北柴健さんと、未解決事件について、いろいろミステリーについて話してきましたね。で、これが、2冊目なんですけど、で、3冊目、陰謀論について、ベンジャミン・フルフォードさんと青凜堂から出しました。これね、かなり売れました。これも1週間で初版が完売で、今、2刷りに入ってますね。これは陰謀論に特化すると。で、さらに大槻健二さんと対談しまして、これは角川さん。角川さんから出したやつで、これは人生で大切なことは、オカルトとプロレスが教えてくれたという、サブカルネタ、アニメネタ、特撮ネタ、昭和の懐かしあるある、それをひたすら話してる内容でしたね。そういった意味ではね、いろんな分野をやってます。で、この今度、ジャパニズムの、紙面上でですね、今ちょうど発売後、セリのジャパニズムの紙面で、財特会の、櫻井会長、元会長ですね、櫻井さんと、対談をしました。当然、右寄りの、論客の櫻井さん、かなり厳しい話をいろいろしたんですけども、桜井さんとは政治と経済、日本経済の在り方と、あるいは差別問題とかですね、そういった話をかなり突っ込んだところまで話します。で、お互いに意見の違うところも明確にして、ここは違うね、ここは合うねという話をしてきました。ですからですね、サブカル的な話を王健さんと対談している、政治経済を財特会の元会長、桜井会長と話をしている、そしてオカルトを飛鳥先生と、対談している、で、陰謀論をベンジャミンさんと対談してて、未解決事件を北柴健さんと対談してると。この10ヶ月ぐらいにですね、こういった人々と対談もやってきましたね。非常に、どれも売れ行きがいいんですね。特に飛鳥先生との対談本は売れ行きが良くて、今年中にちょっとパート2かなという話も来てます。で、ベンジャミンさんとのね、対談本も非常に好評で増刷になっておりますし、大槻さんとの対談ももうかなり売れてますね。そういった部分で、対談本っていうのはちょっと今後来るのかなといった感じです。で、櫻井会長との対談はですね、1回目の対談3時間ぐらいしたんで、そのうち1時間しか起こされてないんですね、雑誌で。で、2回、3回と、合計8時間ぐらい対談してまして、その全貌を、記載した、単行本がちょっと夏あたりに出るのかなと。そういった意味ではですね、やっぱり僕は作家というのは文化系プロレスラーだと思ってますので、いろんな分野の人と異種格闘技戦、言葉のボクシング、言葉のプロレスというもので異種格闘技戦をやっていって、こういう出版物の活動をやっていくというのは僕らの仕事だと思っておりますので、いろんな分野の人とこうトークバトルで戦っていきたいなと思っております。そういった意味で、今回ちょっと対談本というのは非常に面白かったなと思っております。今後もですね、いろんな人と対談しようというプランニングがいくつか上がってまして、今後も対談本はですね、年に5、6冊出てくると思うんですけども、楽しみにしてください。かといって出筆の方を手を抜いているわけではなくてですね、昨年発売し、6刷りで5万9000部売れた妖怪図鑑の方もですね、今回続編を今作っております。これはお楽しみください。続編と続編ぐらいかな。で、あとね、去年また長岡さんの方で出した、さっきの妖怪図鑑の正当者なんですけども、長岡書店さんで出した超謎、ユーマ図鑑、ユーマ謎図鑑ですね。これもね、増刷で、今、確か3刷りに入ったかな。2万4000部ぐらいこれも売ってます。で、これの長岡での子供の続編も今書いてますね。で、あとコミックの方もですね、コンビニコミック、大沢出版から出したやつがかなり売ってます。2万5000部刷ったのがほぼなくなってしまいました。これは売り切りパターンなんで、続編を今年の夏ぐらいにやろうかなと。その前に今まで書いたコミックの再録を、
ちょっと春先、5月、6月かな、6月ぐらいに出せればいいかなと思っております。他にもですね、また小説のオファーを来ておりまして、小説のオファーをするのと、あと怪談本の出筆も今やっております。ということで、今年も10冊ぐらいやるんですけども、去年出したのは本のほとんどが増刷、今年も出す本出す本増刷ということで、かなり忙しい状況にはなっておりますが、品質を落とすことなく全力で取り組んでいきたいなと思っています。ただし残念なのはですね、対談するとですね、その対談相手のアンチが僕まで絡んでくるということですね。ベンジャミンさん嫌いな人が僕のことを嫌いだとか言い始めたりですね、大月さんのアンチっていうのはあんまりいないんですけども、例えば桜井さん嫌いな人がまた僕に絡んでくるとかですね、作家というのはですね、対談する相手はですね、意見が違うものなんですよ。同じ意見の人とはあまり対談しなくて、ちょっとズレがあるとか見方が違う、そういった者同士が矛先を交えてそれぞれの違いを明確にしていくのが対談もんなんですね。だから意見の違いを明らかにするために対談をすることによってお互いに確認する、それが言葉のプロレスであり言葉のボクシングなんですね。だからそういった意味で僕は対談もんではなるべく意見が違う人を選んでやっておりますね。そういった部分でベンジャミンさんの本の中でも僕とベンジャミンさんの意見が分かれるところもあるし、桜井さんとの対談でもかなりギャップというかズレは出てます。でもお互い人間考え方が違うのは当たり前なんで、お互いにこう意見が違うなってことを認め合えることは大切だと思いますね。そうやってこそ初めて人間文化的進歩があるんじゃないかなと思っています。ということで、まあ、続々対談本が発売されていて、今後もそういうのが続くというお話でした。